マザー。マザーは、任天堂が1989年7月27日に発売した、ファミリーコンピュータ用のコンピュータ RPG。コピーライターの糸藤石毛里がゲームデザインを手掛けるコンピュータ RPG、マザーシリーズの第1作目。開発は、パックスソフトニカとエープが担当し、任天堂が1989年に発売した。 ニンテンドーにとっては本作が初のコマンド選択式の RPG 作品となった。中世ファンタジーを下敷きとした世界観が主流だった当時の RPG の中では数少ない現代的な世界を物体にした作品である。物語の中ではアメリカの架空の街に住む主人公の少年が各地で発生する様々な怪奇現象の原因を探るべく 仲間と共に冒険する様子が描かれる。伊藤一里が手掛けたセリフ、ムーンライダーズの鈴木慶一と任天堂の田中、弘和が作曲した BGM、南新坊、石井達也らが描いたデザインなどが合わさり、他の RPG とは異なる独特の雰囲気を醸している。発売当時放映されたテレビ CM では、エンディングまで泣くんじゃない。 名作保証というキャッチコピーが用いられていた。前者は糸井が考案したものではなく、コピーライターの市倉博士が手掛けたフレーズである。2003年6月20日には、本作、マザーとシリーズ2作目、マザー2ギーグの逆襲を一つのソフト内に収録した異色作品、マザー1プラス2が発売。ファミリーコンピュータ版から一部のテキストやグラフィックが変更されたほか、 エンディングでは主人公たちのその後の様子を描いたエピローグが追加されている。本作は長年にわたり日本国内で発売されたのみだったが、2015年に米国で開催されたゲームイベント Nintendo World Championship 2015の中で、糸井が映像で登場し、本作の日本国外版が Wii U バーチャルコンソールとして、 アースバウンドビギニングスのタイトルで配信されることが発表された。その後、北米では同年6月14日から日本と欧州では6月15日から配信を開始した。移動時に上下左右方向だけでなく十字キーの上または下と左または右を同時に押すことで斜め方向にも移動できる。街とフィールドは同じ尺度で描写されている。これは 当時の RPG で一般的だったフィールド上にある街のシンボルに重なると街のマップに切り替わるという要素とは異なるものである。主人公たちはバットフライパンエアガンナイフなどの道具を武器にコイン、腕はペンダントを防御に用いる。また敵との戦闘で経験値を得てレベルが上がることで PSI と呼ばれる超能力を得得する。PSI は 一般的な RPG における魔法のようなもので攻撃用、回復用など様々な種類がある。使用の際には PP という数値を消費する。冒険データのセーブは街の店の中などに設置されている公衆電話や黒電話から主人公の父親、パパに電話をかけることで行う。公衆電話は1ドルを支払うかテレホンカードを用いることで利用できる。 上部が丸いドアのついた建物と看板のある建物は中に入ることができる。このほか、街によって、街役場、小学校、ライブハウスなどの施設がある。以下の手段を用いることで、現在地から離れた場所へ素早く移動できる。フィールドやダンジョンを歩いていると一定確率で敵に出会い、画面が切り替わって戦闘が開始される、ランダムエンカウント方式。 各キャラクターの行動を入力した後、ステータスの一つ、スピード、素早さの値が大きいキャラクター、敵味方含むから順番に行動する。また、オートを選択すると、キャラクターの行動をコンピュータに任せることができる。敵に勝利した際には、は我に帰ったや、はおとなしくなったなど、敵の種類により異なるメッセージが表示される。 戦闘後には経験値を得られるが、一般の RPG とは異なり、お金はその場では得られない。倒した敵の数に応じて、主人公の銀行口座にお金が振り込まれ、それを各地にある、現金自動預け払い機などから引き出すことで、使用できるようになる。主人公たち全員が、意識不明あるいは、石化状態になると、ゲームオーバーとなる。この際にコンティニューすると、 主人公だけが復活し、所持金が半分に、PP が0になった状態で最後に生物した場所からゲームが再開される。1900年代の初頭、アメリカの田舎町、マザーズデーで一組の夫婦が行方不明になった。その後、2年ほどして夫のジョージだけが町に戻ってきた。しかしジョージは自らの身に起きたことについて一切語らず。 不思議な研究に没頭し続けた。そして、妻のマリアが戻ってくることはなかった。時は、流れ1988年、マザーズデーでは、ジョージとマリアを、祖,祖父母に持つ少年が暮らしていた。ある日、少年の家で突如、家具や人形が一人でに動き出し少年に襲いかかった。戦いの末に事態を収め少年が、自宅の広間へ向かうと、 単身赴任中の父親から電話がかかってきた。そこで少年が直前の出来事について話すと、父親はその現象が祖,祖父の研究と関係しているのではないかと語った。話を聞いた少年は身支度を整え、怪奇現象の謎を探るべく旅に出た。現代アメリカを舞台としているが、登場する地域名は全て架空のものとなっている。町の名前は、 アメリカの祝日や年中行事の名称から取られているものが多い。大陸横断鉄道、パラダイスラインにより、サンクスギビング、レインディア、ハロウィーン、スノーマンの4つの街が結ばれている。なお、英語表記が2種類あるものはそれぞれ日本国内版、日本国外版を表す。また、本校及び登場人物の項に記載された説明文の一部は、 本作の公式ガイドブック、マザー百貨、小学科が ISBN978 から40億9 1 0四4万1142、客中では、百貨と表記の記述をもとにしており、インズゲーム本編では語られない設定が多く、含まれている、イズ、全町長の口笛を吹きたくなる街にしようというスローガンに基づく、姿勢によって、周辺地域が整備されている。 隣町サンクスギビングのベッドタウンでもある。カーネーションの花はこの町のシンボルとなっている。一面に桃色の大地が広がる異世界。女王であるクイーン・マリーが統治している。マザーズ・デーの隣町。実業家ゴルドリッチ・ダンカンの手によって急速に発展したが、近年ではストリップ劇場ナンバー1、マザー1プラス2では、 例の店と表記の建設を順調整が紛糾している。町の北側には大陸横断鉄道の駅、サンタクロース駅がある。高級住宅が立ち並ぶ町。他の町に関する様々な噂話が飛び交っている。異様の怪物たちに占拠された町。かつては鉱山の町として賑わっていたが、現在は住人が山の手に避難している。雪に覆われた町。 街中では、風が流行している。大陸の北側に広がる砂漠。この東に位置する遺跡にはかつて多くの洞窟者や調査隊がやってきたという。砂漠の一角には、過去の大戦の際に埋められたままの地雷や顔のついた、サボテン生息地もある。伝承では千年に一度、イエス・キリストが再臨する地とされており、アドベントの名もそれに由来する。 アドベント砂漠の南にある森の中の町、大人たちが空飛ぶ船、マザーシップによって連れ去られ、街中には子供だけが取り残されている。町の北部には駅があるが、橋の崩落により、線路が寸断され駅舎は運行していない。イースターの東に広がる湿地帯、氷河が長い年月をかけて地面を削り取り、迷路のように入り組んだ地形となった。 国内唯一のバッファローの仮場。湿地帯の北部にある町。1950年代には自動車産業が盛んだったが、現在は衰退している。若者の風気が乱れ、街中では不良集団、ブラックブラッド団、通称ブラブラ団がかっ歩している。また、警官による不法行為の横行も問題になっている。バレンタインの東にそびえ立つ山。 標高線13メートル。舞台の項と同じく、この項の内容の一部にも、マザー百科を元にした記述があり、インズゲーム本編では語られない設定が、含まれている、インズ。以下の4人が操作できるキャラクター、プレイヤーキャラクターとして登場し、名前を任意で設定できる。1987年に発売された、中山美穂のときめきハイスクールのサジェッションとして、 任天堂へ招かれた糸井がこの機に以前から用意していた企画書を宮本茂に見せたことで本作の開発がターートすることとなる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。